はい、皆さん、こんにちは。テクニックが大好きなあなたに送るテクニックマニア。今日もですね、治療家の皆さんに、大切なこと、そして役に立つことをですね、お伝えしていこうというふうに思います。で、今回のテーマはですね、一人治療院で技術練習ができないを解決する方法としてお伝えをしていきましょう。治療家の方で、まあ、開業されてるっていう風な方が、まあ、結構ね、この動画を見てる方も多いんじゃないかなっていう風に思うんですけども、一人治療院の率って、やっぱこう、その開業されてる方のやっぱ半数以上がですね、一人でやられてる方っていうのが多いと思うんですね。で、例えばですね、こう、技術を学ぶだったりとか、まあ、こういう動画を見てね、いろいろこう、あ、ダメなのかなっていう風に思ったり、まあ、技術をですね、実践してみようっていう風に思った時に、誰を対して練習をするのっていうところが、ちょっと悩みとしてやっぱ多いんじゃないかなというふうに思いますし、あとはもうセミナーに来る目的としては、やっぱりこう一人だから練習ができないからセミナーの中じゃないとできないみたいな方が多いっていうのがですね、まあ現状なんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ただですね、やっぱこうセミナーの中だけで学べるものって、やっぱそのライブ感の中でしかなかったりするんですよね。で、それはそれで結構特別なものだったりするんですけども、やっぱり、まあ一番大事なものって、技術ってもう数をこなす、これにもう尽きるんですよね。なので、その数をこなしてる人と、そうじゃない人では、もう運命の差ができてしまうわけですよね。例えば、月に1回セミナーを行くっていう人がいるんですけども、それを毎日本当に5分でも10分でもいいから練習をしている人と、もうセミナーができましたと。で、そこにどんだけ集中して、どんだけ質のいい練習をしようしても、その1ヶ月後ですよね、やっぱ忘れてる部分もありますし、勘違いしてる部分もありますし、感覚として、弱ってしまってる部分、だから最初に振り出しに戻ってしまってる部分があったりするわけなので、要は、もう毎日毎日練習してる人と全く違うわけなんですよね。それってものすごい差になってくるので、なので、この一人治療院の方でもですね、いかにこの練習時間を作っていくのかっていうところは、やはりこうセミナーの中でも結構お伝えをしていきます。まあ、具体的にですけども、どういうふうにじゃあ練習をするのかっていうところですね。これを今日お伝えをしていこうかなというふうに思っています。で、まず方法なんですけども、それは3つあります。で、ありきたりなんですけども、まずは家族にやるっていうところですね。まあ、近くにね、家族がいないっていう方は、これがまあ実行できないんですけども、まあ、例えば、近くに家族の方がいたりとかですね。もしくは、ちょっとまあ、遠くに住んでても、わざわざでも行っていけるっていうふうな方は、もうね、家族にもですね、この時間を取ってもらって、院に来てもらうとか、もしくはその家族のところに、自分がその治療するからっていう、治療させてもらうからっていう時間を取ってもらって、やるっていうのが、まあ、やっぱ一番いいところになっています。理想なんですけども、理想は本当に患者さんとして院に来てもらった方が一番いいです。で、なんでかっていうと、やっぱり、施術の技術って、やっぱり環境っていうのも結構大事になってくるわけですね。例えば、布団でやるのと、ベッドでやるのと、治療ベッドでやるのと、全然その、手技としての体の使い方だったりとか変わってくるので、いくらですね、この布団とかで練習ですね、床で練習しても、実践するのはやっぱ治療院の中、自分が慣れた治療院の中だと思うので、治療院に来てもらって、で、その技術の練習をするっていうのが、まず一つ、一番いい方法っていうふうな形になります。ただ、それができないっていう場合では、とにかくもう本当1日5分でも10分でもいいんで、時間を取ってもらうとか、1週間に1回ね、30分っていう時間を必ず取ってもらって、で、家族にもですね、この家族も自分もなーなーじゃなくて、ちゃんとこう練習をしてるんだと。で、治療してもらうんだっていう意識でやるっていうことが、一つ、大事な要素になってきます。で、もう一つはですね、これは患者さんですね、毎日来てる患者さんに、ちょっとだけやるっていうふうな方法になります。これはね、セミナーでも結構おすすめしてます。ただこれはね、条件があります。何かっていうと、やるのは、最初はですね、検査かやる直前までの確認、これだけに留めておいてください。で、何かっていうと、要は、施術方法っていうのを、大体こうセミナーとか来たりとかですね、DVD とかで学んだりするわけじゃないですか。だけども、その施術の方法って、自信がつく前にやってしまうと、患者さんを
変な話、壊してしまう可能性がありますよね。患者さんは実験台じゃないので、もう患者さんには治療をすると。ただその治療した中で、まあ例えばですね、30分とか40分とかいう時間の治療時間があるとしたらですね、その中の1、2分とかっていう時間ってやっぱ取れるとは思うんですよね。もう30分、40分パンパンの治療してますっていう風な先生は無理だと思うんですけども、本当にその1、2分の時間で、患者さんの悪いところがどこにあるのかなっていうようなところを見ていくっていう検査の練習をするっていうところですね。はい。で、技術とかって学ぶと必ず検査と施術っていうのが絶対セットになってるはずなんですよ。セットになってなかったとしても施術の要素の中に、例えば硬いポイントを見つけてそこに施術するっていう風なアプローチがあったりするわけですよね。硬いポイントを見つけて、でそこに対して、こういうテクニックを使っていくよみたいな形で、この検査と技術って必ずセットになってるはずなんですよ。なので、この検査をするっていうところの精度をどん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 上げていくっていうところを、この患者さんに本当に隙間時間の1、2分ですよね。を使って、施術の中でその時間をもう1、2分でもいいから作って、で、やらせてもらうっていうふうなところになっています。患者さんに協力してもらって、やれるっていう方はいいと思うんですけども、別に僕なんかは、患者さん結構黙ってやってたりします。まあ、なんか黙ってやるとかね、そういうのって患者さんにとって悪いんじゃないかっていうふうに思うんですけども、自分の技術を上達させることっていうのは患者さんにとってはメリットがあるわけですよね。患者さんにとっても悪い部分が見つかるっていうところに関してはメリットになってくるわけですよね。ですので、その悪いところを見つけていくっていう検査に関してはどん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 チャレンジをしていくっていうところは一ついいかなというふうに思っています。で、何度も言うようなんですけども、治療法を練習台としてやるのはなしですね。というよりも、その治療能力っていうのはですね、検査能力を身につけていくうちに、だん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 こう、できるようになってくるっていうのが大体のパターンなんですね。というか、その検査能力の方が大事になってくるので、そちらをですね、練習をするっていうところが、まず二つ目の方法ですね。患者さんにちょっとだけやるっていう方法になります。で、最後、三つ目が、これが、僕は最強だと思ってます。それは何かというと、勉強会を開いてください。これは、治療科仲間が、まあ、いるだったりとか、まあ、地域のね、治療、友達とか、あとは、知り合いとかですね。知り合いとか同士で、もう勉強会っていうのをやりましょうみたいな形で、もう設定してしまうというところになります。これは、例えば、セミナーに参加した仲間でも僕はいいと思うんですよ。名刺交換をするじゃないですか。で、そこで、今回習った、セミナーに習ったものっていうのを、もう一回振り返る復習会みたいなのやりませんかみたいな感じで、もうセッティングしてしまうんですよね。で、その練習をする時間っていうのをセッティングするっていうのがめちゃくちゃ大事になっています。なんでかっていうと、そこに対して、そこまでに、だから自分も意識を持って、その勉強を振り返らなきゃいけないわけですし、でさらに、そこで、勉強をするっていうことはですね、人に対して教えたいとか、自分のことを思い出して、こうだったのかな、何だったのかなってことを検討しながらやっていくわけなので、思い出すというか、まあ、教えるっていう風な要素、というのが結構強くなってきたりするんですね。で、身につけるときって僕何でもそうなんですけども、人に教えるだったりとか、人に発表するっていう風な意識を持って、学んだりとかですね。あとは実行したりしてると、めちゃくちゃ身になるんですよ。なので、この勉強会を開く、勉強会というもう会をですね、その発表するべき会をもう、用意する。で、用意してから臨んだりとかですね。まあ、あとは、セミナーを受けてきたんで、そのセミナーの内容っていうのをぜひちょっとシェアさせてくれと。っていうか練習をさせてくれと。っていう風な形で、人をこう呼んで勉強会をするっていうところっていうのが、めちゃくちゃこれが上達の、最速のパターンになっています。ですので、振り返るとですね、3つ、まあ、あります。まあ、1つは、まず相手なんだけども家族にやると。家族に時間を取ってやらせてもらうっていうところですね。で、二つ目が患者さんにちょっとだけやると。ただし気をつけなきゃいけないのが、施術の方法じゃなくて、検査の方法っていうのをちょっとだけやるっていうところを時間を作る。で、三つ目が、もうそもそも勉強会を開いたり、復習会を開いたりするっていうところですね。発表機会を作ることによって、もうこの勉強のレベルっていうのがもうガコッと上がりますので、それで、練習をしていくというふうな方法になっています。まあ、この3つのうちですね、どれかは多分できると思うんですよ。なので、ちょっとですね、自分のその生活スタイルだったりとか、自分のやれることとかですね、を振り返ってみて、ぜひぜひ、トライしてみていただければな、というふうに思います。
おすすめの方法としては、順位が3、2、1ですね。なので、勉強会を開くっていうのが、まあ、すごくやっぱり自分の身になるっていう練習の方法としては最上級です。で、2つ目が患者さんにちょっとだけやるっていう。やっぱ患者さんってやっぱ他人なので、責任があるので、やっぱ集中してできるっていう環境になるということですね。で、3つ目は家族になるっていうふうなところになって、まあぜひですね、人一乗員で練習相手がいないなっていうふうに悩んでいる方はですね、ちょっとこのやり方をですね、まあ、ヒントにしてやってみていただければなというふうに思います。はい、ここまで見ていただきましてありがとうございます。この動画気に入っていただきましたらチャンネル登録、高評価の方をお願いします。で、あとはですね、コメントもですね、いい、悪い含めてですね、見させていただいてますので、ぜひどしどし、コメントをいただければというふうに思います。また10分で整体が終わる10分整体マニュアル、こちらをですね、無料でプレゼントしていますので YouTube の説明欄をご覧になっていただければというふうに思います。ではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。